ちらはネクスコ東日本です。午後1時5分現在の道路交通情報をお知らせします。東関東道を成田方面、鹿島方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため木田北インター付近20キロポストで追い越し車線が規制されています。その他この付近の高速道路では交通に支障となる事故や渋滞の情報は入っていません。ネクスコ東日本からのお願いです。全席シートベルト着用、スマホ操作危険、脇見運転注意。冬場ですので気象情報に注意し安全運転で走行ください。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。